久保さん、気がついたら今日が終わり、気がついたら2月ももう少しで終わり、2021年2月2ヶ月間、あっという間に終わり、3月、3月も終わり、あっという間に年明け。<laughs> 人生って儚いですね。あっちゅうますね。さっきですね、あのー、昔のね、写真を見てたんですよ。 うんで。なんか二千十七年の写真見ててなんかなんだ二千十六年だったか十六年十七年十六年かなんかあの僕が東京から鹿児島に行く前あたりなんですけど早ぇなみたいなね <laughs> でも早ぇなとと早ぇなと思うと同時に まだ4年5年かと。なんかめちゃめちゃやった気がするんだけど、なんか10年分ちょっと頑張ったんじゃないかなぐらい、まあ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 やったんだけども、早いな、遅いな、なんか不思議な感情でしたね。うん。遠い過去のようで、近い過去のようで、近い過去のようで、遠い過去のようで。 みたいな、ね、まあ何が言いたいかっていうとどう考えても何やっても,何,も何をやらなかったとしても今日は過ぎていき今日は始まりまあ人生は終わるってことですね <laughs> だからまあなんだろうな自分の限界って自分が作っていて 叶えられないいもののっていうのはあんまりななないいんんじゃないかなと思うんですよまあ僕の経験上ですよ。でもある人はね、まるさんだからできるんだよって本当によく言うんですよ。果たしてそうなのかなとまるさんだからできるよっていう人たちっていうのはまるさんほどやっていないという事実がそこにあるだけなんじゃないかなとまるさんだからできた 〇〇さんほどやっていないという事実がそこにあると言ってらっしゃい。